はい、こんにちは、大竹まこです。今日は三月十六日月曜日。今日のパートナーは。倉田真由美です。よろしくお願いします。はい、私の横には。大竹でやです。よろしくお願いします。気温は十一点六度、湿度は二十六パーセントだね。寒いです。ね寒いけど。でも、もう咲いててね、桜がね。ああ、結構綺ですよありましたもんね。お花見とかする雰囲気あんまりないですけどね。なくなっちゃったね。もう。こう。まあ、でも。 今までのなんか花見の仕方なんかこう場所取りしてで酒盛りして,て、はい、ああいうのはあのどうだったんだろうねって思っちゃうよねいややってる方は楽しくてしょうがないと思いますけどね意外と桜見てなかったりしますもまあまあ <laughs>、うんうん、桜を理由にねそういうのがなんかこう でもなんかこう落語にも出てくるようなさ、うん、花見だったわけじゃない、うん、ねあの卵,卵焼きの代わりにたくあんでみたいなはい、はい、酒も入ってなくてみたいな落語でやってるわけじゃないその花を見る風情みたいなのはまあ今みたいなみんなで騒ぐのはどうかと思うけどあってもよ,よかったと思うんだけどね。 どう思うそこのところは。桜ですか、うん、まあ。てしないまあ、俺はや、あんまり行かないけどね。そうですよね。うん。うん、<ど>でも、なんか今回はだから、その。うん、少人数で。ちょっと通りがかりに桜をめでるみたいな感じになるんですかね。うん、散歩の途中に。うん、うん。ただ、いや、俺の言っていうのはさ、今まであったその。ものがさ、はい、どんちゃん騒ぎのことですか。まあ、そこまでしなくてもいいけども。はい、落語にもあるくらいの。なんか、この花見がね。 なんかこうなくなっちゃうのも寂しいというば寂しくないかいっていう,うん、うん、いや寂しいは寂しいですよね、うん、オープンスペースだしどのくらいね、うん、あの節度を持ってする,、うん、するのがいいのかよく分かりませんけどね、うんまあ、今までがね新入社員に場所取りさせたり、うん、なんかもう本当に大騒ぎしたり、うん、やりすぎだったことは確かだけども、うん、だからってこう何にもなくなっちゃってね ええっていうのもちょっとと寂しいなとは思うんだけどね、うん、うんなんか結構ね今回のことに関してはそれぞれの考え方で、うん、昨日も、うん、あの渋谷の街をちょっと夜歩く機会だったんですけどまあまああのー、2週間ぐらい前よりはちょっと客足が戻ってきてるのかなっていう感じの印象を俺もね吉祥寺の街をねちょっと歩いてみたんだけど、うんはい、あれはどういうことなのあのね もう半分ぐらいの人がマスクしてないねうん、マスクないですからあれはそのなんていうのかねもうマスクはなくなったからなのなくなったからだと思います電車の中なんか顕著ですよあそうはい。電車の中すごいマスクなくなってるあのマスクしてない人が増えました、うん、一時期よりもう,うんと もうみんんんななな手持ちの玉がなくなってるでですすどうですか田さんうですかあの私もそう思います実際私ずっとマスクして通ってましたけどついにもうないので、うんえー、電車の中ではマスクしてないです、うんうん、あそうはい、はい、あ、ねまあ、ねまあマスクがあのー、うまく防げるかどうかっていうのはちょっと別にして、うん、マスクがなくなくっっちゃってるともう完全にもうどこにも店舗にどこにもないですもんね 今でも花粉症もそうなんですよね花粉症しんどい俺もここ今は出ないけどねまあ朝起きるとねなんかくしゃみが結構止まんないんだけど朝自分ちだったらいいですけどね、うん、自分ちならいいけども、うん、外でやったら今はもう大変ですよくしゃみとか咳とかはハッ、うん、てこう雲のこう散らしたようにまあね怒られることもあるから。 恐れ方もやっぱりちゃんと情報が伝わってるからじゃなくてみたいな感じじゃないですかこうまあ恐れなくちゃいけないんだけどなんかデータ不足なな感じががししてしょうがないよねこっちにちゃんとしたまあもちろんこう国は、まあ、世界はどうなってるかは別にして国って 単位で国内のことを語ってるから世界の情報とちょっとずれちゃったりもしてるしねうん。吉祥寺あたりではあれだねもうなんか回転寿司とかが諸事情のためって書いてあって休んでたね、うん まあ、お客さんの数はやっぱり飲食店減ってるでしょうか、ね、減ってはいますねただ本当昨日渋谷見たらその、うん、行列ができてる焼き鳥屋さんとかは行列できてましたから、うん、焼き鳥屋さんははい行列外まで行列ができてたので、うん、まあでも寿司は生ものだからねまあその差はあるかもしれないな状況は違うかもしれないね店によってこう、うん、全然違いますよね、うん、その隣にあった、うん 床屋さんもそこは諸事情のためってなってたね、うん、やっぱりじゃあ濃厚接触まあ距離は近いですからね髭を,を当たったり病院いろんなことをするからね、うんうん、もうあっという間に経済に大きな影響を こんなスピード感で来るかっていう恐ろしい気持ちですよ。うん、まあ、あの、太田さん、はいえー、この間、この番組にいらした鎌田先生田実先生が、うん、あの、日刊スポーツの今日の、うん、紙面でインタビューに答えていらっしゃいますけれども、うん、あのー、まあ、未知のウイルスとどう向き合っていくべきか、うん、今後の課題を語っていらっしゃいます。検査を しっかりして、はい、で、お医者さんの裁量で実施して効果的に拡大を防ぐべきだっていうのが一つ。うん、それから、休校要請。うん、これは早くやめるべきだと。うん、経済活動と貿易の共存をと。うん、これが二つ目。うん、で、堂々と検査を受けて、要請、うん、なら自宅で休むということを推奨していらっしゃいます。で、さっきデータが不足しているという。 大竹さんのお話ですが、はい、基本的なところも改めて鎌田さん、うん、押さえていらっしゃいまして、うん、まず、致死率、はいえー。14日現在で全世界で14万2584人が感染。うん、うち5395人が亡くなっているので、致死率がおよそ3.8%という数字。 はい。日本国内に限っては、1482人が感染して、29人が亡くなっているので、およそ2%。2> うん、え世界平均よりは現状2%近く下回っている。うん、それから、季節性インフルエンザの致死率は0.1%。SARS、うんうん、の9%や MARS の35%と比べても低い。で、一方で最近になって感染拡大しているイタリアでは、 2万1157人が感染して、1441人が亡くなって、致死率がおよそ6.8%と突出して高い。これはおそらく医療崩壊の影響だろうと。うん、で、新型コロナウイルスの感染力については、インフルエンザよりも強いと考えた方がいい。WHO 世界保健機関は、1人の感染者から感染する人数が2.2人。 という見解を示していますが、アメリカのロスアラモス研究所は4.7から6.6という見方をしている。インフルエンザが1.32人なので、感染力はインフルエンザよりは強いと。 で、今のところ日本は医療現場の余力はありますけれども、うん、クラスター感染が顕著な愛知県内ではベッドの数が足りなくなってきている。うん、で、兵庫県では地域の中核病院でお医者さんに感染者が出て、救急と外来診療を止めている。え日本でも看護師さんや介護士さん、医師が感染し始めているので、医療崩壊が起こらないようにここで踏ん張らないといけないと。 で、日本国内でこれ以上の感染拡大を防ぐためには、医療崩壊をさせないようにしながら、PCR 検査をもっとお医者さんの裁量で実施できるようにすることが効果的。ま、うん、たらい回しになっている人が多いって伝えられておりますからね。うん、実際に和歌山県では徹底的な PCR 検査を積極的に使って、うんえー、収束に今のところ成功しているということで。うんうん まあおよそ8割が軽症で自然治癒する人もいるということなので、毎日重症化した場合でも治療ができる施設が整っているので、さっき、か田さんが挙げた3点。お医者さんの裁量で実施して効果的に拡大を防ぐこと。経済活動とその病気の広がりを共存させること。そして、堂々と検査を受けて陽性だったら自宅で休むと。この3つのことを提言していらっしゃいます。 この検査だけどね、まあ、世界、まあ、韓国とかに比べてどうしてこんなに検査が検査数が少ないどう,どうして逆にあのその かかったすぐ病院行ってすぐ検査っていうことにしていないから、うんうん、医療崩壊が起きていないので、うん、それだけ致死率が低く抑えられているっていう見方も、ひょっとしたらできるかもしれませんし、んそこら辺は難しいところですよね、うん、病床の数はもう決まってますからね、うんうん。いや、ただね、いろんな方法にしても、やっぱりなんか、致死率の問題にしても、もう、検査数に、 うん、の寄るわけだよねまあ影響はしてきますよねね,ね。でこの検査数が少ないっていうのが、うん、なんかこう大元にあって、うん、なんかデータの方がちょっと霞んで見えちゃう,う実,際実数と下があるんじゃないかってことですね。って思っちゃう、ね。それは可能だよね。うん ここのところはやっぱりもっとちゃんとまあ前からこの番組では言ってるけど、うん、あの感染症対策の、ね、予算が随分削られてるっていう現実があるわけでまあそれのせいかどうかは別にしてねなんか早い検査があってそうしないと、まあ、よその国では、まあ、検査して軽い人重篤の人 あなんか購入しなくちゃいけない人とかこう分けたりできてるけどそこがでできてないでしょ日本はそこは大きな問題でこれが元でバランスの悪いどうしても日本はまあ政治と経済の話からくるとどうしてもやっぱオリンピックをやりたいというのが頭にあるわけだよね。 そうするとなんかこう鎌田さんの言うように休校は早くやめるべきだみたいなことにはならずにここから先に政治判断でやっていこうみたいな話になっちゃってるじゃないやっぱりこ,この話は、うん、いくら日本で収めようとしても世界がこういう状態になっちゃったらば。そうですはい 世界の判断が基準になるよね日本の判断の基準にならないよね、うん。日本がどうっていう話じゃないですよね。うん、その国の間、うん、その自国の中でた、うん、イタリアでもそうだけどのあの移動を禁止してるのに、うん、ましてや外国に行くっていうその判断が果たして数ヶ月でそんなできるようになるのかっていうこともあるし。世界のいろんな国が 入国制限を発表し始めてるよね。うんうん、いつまでかかるのか？カナダなんかもそうなったみたいだね。うんはい、このなんかこう政治となんか経済とそれからこのコロナウイルスをどう見抑えていくかっていうのはバラバラになんか国の中で起こっちゃってる気がするね。うんうん あのー、まあいつもよく言うけどなんかイベントは中止だと野球はあのー、相撲は無観客だと一方ではねそれ以上にイベントはもう全部もうみんな自主規制と相まってやってないみたいなのがあって。でも一方 街の中はパチンコ屋さんのぞきゃ混んでるし、うん、<laughs> みたいな、うんあのま、相変わらず太田さんは毎日、ねね、通に通勤してますし、うん、通ってるし、あのー、それが俺にはとっても違うはぐなこちらを立てればこちらが立たずみたいにどうしてもなってるから、うん、この経,、うん、経済と健康が。うん なかなかこうでも百対ゼロにはできないですよ。百、うん、対ゼロにしちゃダメだし。でも、うん、く本当に早く収束させようと国はしたんだけども、うん、その分経済に与える影響が大打撃ですよ。ね、うん、これをどうするのかっていうのの正解っていうのはやっぱり。 検査をしっかりしてどのくらいの人が元気になったのかとかをありだしてどう重症になってどうなっていくのかみたいなやっぱり情報を隠しちゃいけないよねそれでまあ日本と同じような国でドイツは太田さんはいあのドイツのメルケル首相は物言いは非常にはっきりしていて、うん、日本経済新聞 のサイトからですが、うん、あの、このまま治療法が見つからなければ、うん、ドイツの全人口の6割から7割が感染する恐れがあると、うん、もうはっきり、えー、打ち出しているんですね。はいうん、で、もはや完全な封じ込めは難しいということもおっしゃっていて、うんえー、何が必要かというと、うん、ウイルスと感染の広がりを遅らせること。 ということを言っています。感染拡大のペースが落ちれば、感染者の発生が分散されて、医療システムの崩壊を避けることができる。はい。はい。イタリアでの爆発的な広がりっていうのは、やっぱり医療体制が崩壊に近い状態にあるからこその爆発的な感染と死亡者数の増加ということがあるので、そういうことに至らないように、今、感染拡大のペースを落とそうと。 なくすととといううよりは落そ医療システムの崩壊を何とか避けてかかった人はそれで救いかからない人を増やすというある種明確な方針は打ち出しているということですがソウルでしかも、決断はね大きな決断だよねドイツの全人口の60%から70%が感染するおせがあるとこれはかなり踏み込んだ。 でもこんだけ感染率が高いのであればかかるんじゃないですかどこでもいずれ。だからこれだけ踏み込むって結構大変なことじゃない経済活動においても。でもデータに基づいてこの人学者さんだからね科学者ですもんね。 これで対策を立てましょうっていうのは、うん、その六割七割かかるにしても時間を置いてゆっくりゆっくり感染ペースをゆっくりにしていくっていうことが大事っていうことですもんね、うん、その感染の山を低くして先へ送るということが大事っていうのが、ね、まあだんだん共通認識にはなってきてはいるようですよね、うん、急激に増えるとも本当に医療崩壊しますからね、うん、しかもメルケルさんはこうした会計に財政をね、うん あの資金繰りの対策をしっかりしようとしてるというわけだ。うん、でしっかりしようとしてるんだけどこうメルケル首相はこうした対策の財政への意味合いは最後になってわかるものだと指摘して新規の国債発行をゼロにして財政黒字を維持することには必ずしもこだわらないと。うんまあ、結構な水着は ギリギリの作戦を取ってるわけだよね、うん、しかも今まで国債発行がゼロで無借金だったからこそこういうことが言えるんであって今の日本がそういうこと言えるかっていうと今借金まみれでっていうことになればつけ、まあ、が回ってきてるというふうにも言うことができるのかもしれませんけどね。うまあうん、同じこうこう行動は日本では取りづらいってことがね。一方 アメリカ、はこれから爆発的な感染が予測されていて、スポーツニッポンが3つ理由を挙げてるんですけれども、2750万人が医療保険に入ってないんで、医療費が高いから病院に行かないケースも考えられる。これすごいいみたで、1050万人が不法移民なので、強制送還を恐れて当局に申し出ないと。 で、三つ目がパワースルー文化。感染しても職を失ったり収入が減った、減ることを恐れて出社しちゃう。うん、こういった状況が広がると、アメリカにバーンと爆発的な感染が広がって、うん、で、アメリカの経済が破綻すれば、世界の破綻とイコールなので、ここも注視しなきゃいけないっていうことですよね。本ねま、日本の解放権制度はとってもありがたいっていうのは、うん ねこういう時に顕著にね、もうでも、この医療費の高さと、うん、それから強制送還される恐れで、うん、合わせて3700万人の人がこうスルーしていくっていう状況があるわけですよね、うん、ですねアメリカは。 新型コロナウイルスに関することをお伝えしましたけど、うん、も、う一つ、あの番組からお知らせがありまして、月曜パートナーの倉田真由美さんが、うん、来週、実は3月23日をもって、番組卒業とということになりまして、はい、すごく寂しいですが、うん、とってもいい経験させていただいたなと思ってて、はい、ラジオって、本、あ、当、のー、レギュラーやらせていただくの初めてで。 声で声だけでこう情報とか自分の胸のうちをちゃんと伝えられるってすごく贅沢なことだったなってとってもねいい経験だったと思ってます。えっとでもあっという間の五年半五年半早かったね。楽しかったです。ありがとうございました。こっちこそあね、来週もありますのでよろしくお願いしたいと思います。さあ今日も始めましょう。 はい、こんにちは、大竹とです。今日は3月の17日火曜日。今日のパートナーはこんにちは、春菜です。はい、私の横には大竹出きです。よろしくお願いします。そして、お邪魔虫がもう一人と。はい、どうも。えタブレット順です。どうもよろしくお願いします。はい。いね、絶好調の。そうです東京パラダイスが絶好調ね。あれいいるだけでやっぱでもな。はい。 そうなんですよちょっと暗くなるよな。暗く <laughs> <laughs> 落ち着くじゃなくて。いいことじゃなくて。落ち着くじゃなくて。うん、<laughs> 落ち着ゃない。<laughs> いや、そんな気しないちょっと落ちない。何 <laughs> <laughs> ですかね。うん、ね。はい。うん なんか自分が変な空気になっちゃうというリフレッシュしてるですよね。ちょっとね、カットもしてね。あ、前髪はい、ずっと前髪がそうですね。前なんかよく見たらあるんですよ。眉毛その何、何その犬にマジックで描いたみたいな眉毛。あやく言われます。落書きされた犬とか言われますね。そんな眉毛だね。 なんか眉が垂れてんじゃなくて眉毛垂れてるね。眉毛垂れてますね。それずっと今まで隠してた。眉毛切るとちょっとそれが目立っちゃって犬感がすごい。犬感すごいよね。あ、どこまでコマーシャル見てるみたいだもんね。でもお父さんみたいな。すごい横顔はバイ光子さん似てるって言われません。あ、前あのあのさんにね。あの千恵子さんに似てる。なんかすごい綺麗な。

牛もね父を絞らなくちゃダメだからねだから牛乳を皆さんんかね飲んでもらいたいみたいなことやってたんでいっぱい飲もうと思ってそいやとてもそういうところかんかこう子供食堂とかそういうところもできることでょっとちょっとすごいなと思ってこれ牛乳飲むとでもね腹ちょっと緩くなるん日本人は多いですよねあっそうなのさっき飲みましたよね番組前に大丈夫ですか いや、わかんないけど。みんなトイレ行かないとかい。<laughs> うん、本当に。ま,まあでもあれでみんなで飲もうやって言った時にね。<laughs> あの俺牛乳嫌いなんだよともなかなか言えず言えないものがあるよね。そうさ言えの無理して飲んだ。中の中にまあね。配膳にいただいたんですけど、僕も絶対ゆるく好きなんですけど、どうしてもゆるくなっちゃうので、ちょっと飲んだふりをした。飲んだふりしたの。飲みしないよ。まよ必勝だなお前は。いや飲俺ちゃん飲んだでそれでも美味しいでしょ。美味しいでしょ。あそうそうだな。 まあでもね、うん、社会貢献いろいろしなくちゃねできることならねなんかこうくだらない話題だけどじいさんたちが意外となんか子どもたちが街、うんあのー、で遊んでるのに。うん 口頭言ってるとかっていう家にいなくちゃいけないじゃないかって叱ったり,ったりしてる光景が多い,い、ね、んだけどどうなんだろううどなんですかねずっと家にいるのも子供たちもねうん換気換気をして外に、まあ、人の少ないとこやったら公園出てもいいとかいうね話もありますよね少人数でみたいな。うんう ずっと家にいるのもね。やうん。苛立ちと、社会全体が苛立ってるから、高齢の方は特に敏感になってるっていうことと、あとやっぱり正しい知識が伝わってないっていうことですよね。学校休校にしろ、自粛を要請しても、別に家にいろ っていうふうに言ってるわけではなくて、うん、危険なことは避けてっていうようなことで休校になってるはずなのに、うん、その外に出て子供が遊んでる程度だったらその3条件には全然当てはまらないわけなので、うん、リスクはないのに、うん、家にいろっていうのはやっぱ知識がちゃんんとと伝わっっててないっていうこう、ねなるほどね、まあなんか、うん、まあわ,わしも含めてお年寄りはやっぱし朝のワイドショーとかそういうのを見てると。うん まあね、こう毎日やってるし毎日やってますよ。うん、うちのおばあちゃん90歳なんですけど、うん、おばあちゃんからした本当度々電話あるんですけど、うん、おばあちゃんは一切もう家出てなくて、うん、娘に、うん、あの病院の薬もらいに行ったり買い物も娘に頼んだりして、うんうん、もう出たらやっぱりお年寄りが大変だからっていうことで。うんうん で、私が大丈夫か、大丈夫かって手を払う、うがいしろって言って、もうすごい心配して、もう全くだからもう家も出,ね出ずにいるけど、ちょっと体動かしたりしてねとか言って言ってるけどね、テレビの情報でしょうね、これもね。まあ、うちにいたら、あれだよね。うん、そうすると、論理的には、 子供から移されるのが嫌だっていう意味で言ってるってことになるかいまあ,あ<ー>そういうこともそういう人もいるでしょうけどね。もしくはその、まあ、ルールをちょ若干間違って解釈してールール違反だぞってそういうのは許さんっていう頑固なおじいさんなのかもしれないですけども。あのマスクなんかもなくなってるじゃん、はいうん だから、うん、まあ正直あんまりマスクしないんだけどね、うん、あの今こう顎の下にしてんじゃん。はい、でねこの,この時期ねよく俺本番中でもくしゃみする時があってね、うん、その時だけね間に合わないじゃん。うん、その時だけこうピャッと上げて。 そのためにしゃべる時はこうしてしゃべってあごに置いてるんですかあごに置いててなんかよくあのこの肘のところでこう塞いで脊椎血液とかくしゃみとか吸っあれでも間に合うじゃなんダメダメもう俺の友達なんか肘のそこまであの顔が届かないから 俺、お竹俺届かないんだよな。<laughs> 体硬くなっちゃった。<laughs> 届かなくなっちゃってる。<laughs> 腕もちょっと短めで、肘が <laughs>、うんそ。そうなんだよね。まあね。あと、あれで、俺みたいに、こう、マスク、顎にかけ、顎にかけて、でこのまま、 あのくしゃみしてる人いるね。くしゃみにやらない。マニヤないね。マスクがマスクがマニヤな花粉症の人は本当にねこの季節本当に大変ですよね。くしゃみ敏感もね。昨日新幹線乗ったんですけども北陸新幹線もガラガラでしたね。でちょっと昨日すごい雪降ってたんですよ。金沢行ってたんですけど金沢でも今年入って二回目。 2回しか雪降ってないその2回目が昨日私ロケの時だったんですけどすごい寒くて東京からスタイリストさんが衣装を用意してもらって行ったんですけど衣装薄くてほんですっごい寒いから帰りの新幹線で。 くしゃみやっぱしたんですよお前のくしゃみな男っぽいからな出るよねもう男出るようなくしゃみだけはなあれさなんかどうした女の人ってさあんなにおしとやかにくしゃみできるんだろうってなんすかね みたいなかわいいくゃみのとるでしょと。れと思うんですよ。気持ちよくないでしょと。って言ってくるぐらいのね。よく昔のおやじはねくしゃみしたで「チクみたいなみたいなこと言ってたけどね親父たちは。でもそのくゃみもした瞬間にパッと立ち上がって振り返った人いた。もうすごい 1>, えと1両に3人ぐらいしか乗ってなかったんですけど、はい、パッと立ち上がって振り返って誰がしたんやろ、うん、どの場所でみたいなあーーみんな敏感になられてるからうなんかうん,なんかこうあれだね不寛容な感じが、うんうん、なんかまあ防御の姿勢はとんなくちゃいけないんだろうけどもそうですねするよねタブレットはくしろいってたんだよな そうですね。はい。うん。後ろに。週末、はいちょっとライブもあって、まあ、ライブは中止しないということだったので、というのもあって、えでもちょっと取材を。あ、でも、北海道じゃん。中止しなかったんだ。そうですね。もう絶対中止かなとは思ってはいたんですけど、もあ、でもキャンセルも出ないということで、まあ今、あの、結構スナックとかライブハウス。はい。 よくもともと行く機会が多いんですけれども、うん、まあ、自粛するのも当然なんですけど、うん、やっぱ逆にライブハウスとかキャンセル続きで、ちょっと困っ、うん、本当に死活問題で困ってしまう。だから、そうそうニュースでね、うん、ずっとやってたら、ね。まあ、クシロはそういうことではなかったと思うんですけど、逆に僕とかちょっと、結構逆に依頼が来ることもあったりして、うんうん 頼まれればどこへでもほいほいと行っていう <laughs> <す>、ね、<laughs> 僕はあのー、そう告知がでもできないというちょっと辛いとこなんですけど、まあ、うん、そのスナックさんとかやって、そうか告知はできないよ。 告知をこう、例えばその、ネット上でするっていうと、何や、うん、ってんだって不謹慎だということになってしまう。うんた,うん、ただ、お店側はちょっと来てほしい、やってほしいという。まあ、常連さんを集めてというのがあると思うんですけれども。うん、な,どなんか地下、地下組織みたいなライブだね。もともと地下組織みたいな感じではあるんですけれども。もともと自粛しなきゃいけない。もともと自粛してるようなライブなんですけれども。<laughs> <laughs> そういう歌、うん、僕は結構呼ばれることが、うんまあ僕自身も困るので正直、うん、ちょっと、うんね、えやらないとという今でもね、うん、CD が。はい 出れかかってる時にね。触れかかってる。あの、なんか本当不思議なランキングで、あの、最初40位に。はいはい。それで俺たち驚いたけど。で、僕も驚いたんですけれども、その翌週のその演歌チャートみたいな。やっぱりどこを見ても自分の名前がないと。もうなくなったあの8位っていうのは何だったんだろうあのちょっとそれなんかばらつきが今ちょっと多分。 このご時世で。ばら、うん、ついてる。このいろんなこう今こうツールがあってというかこう買い方にも。ああああええ、でも8位まで入ったら、一<れ>週一<れ>週で消えるってことはあるでもその正統的なその演歌チャートだと、もう100位をちょっともういなかったみたいな。で、またこうゴールデンラジオでこう話題にしていただいたこう70位にまた、うん、<laughs> あの、いいね、ここであれ 話題にしていただくかどうかがその乱行が激しいゴールデンラジオで話題にねなったらちょっと送う風になったりするっていう風うに言われちゃったらねそれはゴールデンラジオの方だってね気使ったりする可能性はあるよすいませんまたよ <laughs> 東京パラダイスという新曲ですよね <laughs> 中日ドラゴンズの歌だよね。<laughs> 中日ドラちゃいましょうか。<laughs> まあラジオ聞いてる方も。<laughs> もう,もうええよドラゴンズ。あ、ここで,たここでは違う。これで終わり。<laughs> ここだけしかも。<laughs> ね、<laughs> ちょっとひどいよね、今のねだ、うん、だんだん短くなはちょっとね、まあ、笑えるのは笑えたけど、<laughs> まあ、聞きたい人だっているから、ちょっと流したけどちょっとね、はい、どうぞあまたちょっと、うんま、また、また、また、ここからだとちょっと嫌な予感がするんですけど、<laughs> ね、え二度も、<laughs> いやいや、二度もこれ、ふりじゃないから。ですね,ね

桜木しのさんの、ね、僕があの、はい、東京来た時は、しの、はい、さんと君と僕とで、ね。はい。ね、盛り上がったりして。そうですね。うん、その流れは、相変わらず続いてますか。大竹さんが、うん、まあ、その、うん、若い頃に釧路で、その。うんはい 「キャバレーのどさま」という今その小説を志乃さんが「野生時代」という「野生時代」に第3回「僕と師匠」と「ブルーボーイ」と「ストリッパ」ーというねこれがねまあそういう元ネタは俺なんだけども話はもう全部桜木志乃さんが想像力を駆使して面白い。 第回面面白かったねあれ全部志野さんのその大竹さんの経験を題材にして書いてると。そうそう題材だけどもう題材にはしてもらってるんだけどもう内容は全部こうその釧路のキャバレーを舞台に芸人が東京から来てそれであの「僕と師匠と」って言うんだけどこの。 小説の中では、まあ、うん、師匠が、あの、あれだよね。なんかマジシャンなんだった、ね。ああ、そうですね。うん、あそこまでこ変わっていて。うん、でも、ね、あの当時をこう、うん、知ってるかのような描写というか、うん、やっぱすごい面白いです、ね。そうだね。で、タブレット・ジューンが、その、釧路の当時の地図を、 今日持ってきてくれて。当時あの、古い町の地図。昔のキャバレーとかを取材していて、ちょっと本を、ムード化用が昔活躍していた場所というのを取材して、その銀の目というキャバレーがあって、その閉店したという新聞記事とかもコピーしてきたりしたんですけれども、 あの、記憶は俺定かでないんだけど、うん、多分そこじゃないかなと、あれは釧路の駅がね、あの、えー、ちょっと街の上の方にあって、街、うん、は、あの、その釧路の街は駅からずっと海の方までこう広がっていく、ちょっと、はい なだらかな、くだ、ちょっと下っていくような感じの。銀の目が、あの、やっぱそうゴンドラで、こう、歌手が降りてくれるの、めちゃめちゃ超豪華な、えもうホステスさんだけで200人ぐらい。多分そこそれはね、俺は、もうちょっと多分大竹さんが行かれたのは、もっと、非常にこう、バスへのところがまだ、たくさんあった。あ時代ですかね。もっと多分。行ったところは、多分記憶にないけど、裏売れてた。 まあたくさんそういうところが、うん、こうフルーチーズ見るとキャバレーだけでも10件ぐらいあったという時代ではいでもあれだよねその俺18ぐらいの時だからね十八18ぐらいの時にその町に18か19かどっちかぐらいでねで師匠がいて まあ、師匠と、まあ、ストリッパーの女の子とブルーボーイの、ねうん、人と一緒に正月1ヶ月ちょっと足かけ、うん、その町で過ごさせてもらって、うん、それがね、まあ、題材は内容は全然違うけども、うん、なんかそれをした時期に。 その時代の,のことが小説に桜木繁さんが今書いてくる痩せ時代で書いてくれてて、うんうん、そこにこうタブレット純が、うん、まあこの間来た時も東京で一緒だったんだけど、うん、何かの縁で絡んで,そ,で、ね、そのタブレットが釧路でライブをやって、うん、夜は夜は繁さんたちと、うん、なんか東京でやってみたいに。 ままたた流ししの真似をしてまたお僕から <laughs> と,とよくあのギターでこう酒場で歌っちゃうんですけれどもそそこにいたお客様がおひねりをくださってもうすごい旅の資金になりまして <laughs> 大竹さんに連れてってだいた時もあのバーでちゃんとこうひねりの、まああでもあれだよねまあこういうのは古い誰かが言い出さないと。 まあそうはならないんだけど、うん、でもそういうなんかこうまあ今もう消費税だとかなんだとかいろんなことを言うけども、うん、ちょっとした心づけねえほんおひねりみたいなおひねりがちょっと、うん、なかなかね粋、うん、なことをされる方も今少ない旅館でもちょっとご挨拶で、うんはい、渡す方も少ないとかね、うんうん、いますもんね。うん、俺はね旅館にに順次人いつも4人で行く時には まああのお,お気持ちで4人からのね、はい、ちょっとした気持ちいいみたいなことはや,やることはやるけどねそういう中井さんもいなくなってこう今浴衣が上がってとか今変わってきたりするんです人ね。 あの布団引く人といろいろ近づいたりして、うん、<laughs> また出てきてあれ,あれさっきの人荷物に入っただけなんだみたいなそうそうそう,そうでも桜木志乃さんはあのカルセルさんの本も、うん、<あ>そうですね書かれててカルセルさんの15歳の時からの芸ボーイになっていくっていうのも肺のいい。

立ち上がるあなた踊り子そらせた背中光る汗今夜は誰を抱いて舞うのか砂の上砂のドレス踊れ踊れよ別れ 舞台の明かりが消えるその日まで 東京パラダイスの雰囲気曲じゃないですか。ちょっと待ってください。あれ、廃盤にしろよ。ちょっと待ってください。こういうような。いや、なんかあれだよね。勝手な言い分だけど、千秋奈美さんとかに歌ってほしいよね。うれしいでもっともっと震えてくる感じがある。勝手にあの品さん歌ってしまったね。はい。では完成じゃないからね、またね。 いただくとでも割とすぐメロディーがメロディー浮かぶ。ちょっと谷村新司さんに歌っていただこうとしているんですけどもそのイメージで。でも僕が実は歌いたいという次のシングルには。はい 今、今、今、東京バンダイさんあの、で東京今、東京バンダイさん、皆さん。あれも巷じゃ、もよよ、ドラゴンズって言われてるけど。巷じゃなくて、あの、ここで。ここで、発信してるだけなんで。はい、はい、はい、まあ、そんなわけで、名古屋から雰囲気でお届けしておりますが、だって。よくわかりませんけど。はい、太田さん。はい、ありがとう。レポートにってください。 えと今日も4つほど記事を用意しておりまして、1つは毎日新聞の記事で、関西電力が減らした元役員の報酬を18人に2.6億円こっそり補填していたという記事ですね、それから2つ目は毎日新聞の記事で、福田康夫元総理大臣へのインタビューで、政治主導の人事間違い。 えー、官僚がが改ざんにつながったという見出し3つ目が朝日新聞の記事でカーニバル原爆の出しはアウト是、まあ、非かという記事ですね、うんうん、そして4つ目も朝日新聞の記事で黒川検事長の定年延長から波及する法律の改正案についての記事、うんえー、時間が許す限りご紹介したいと思いますが、はいうん、まずは関西電力関連の毎日新聞の記事ですけれども関西電力は昨日2010年代に電気 電気料金を値上げする代わりに減らしていた役員報酬についてえ退任した役員18人に補填した金額がこれまでにおよそ2.6億円に上ると明らかにしました、はい、で、電気料金の負担を求めた利用者に対しては 何らの説明もしていなかったという記事ですね関西電力は2011年の福島第一原発の事故の後原発を止めるなどで経営が悪化してしまったので2012年からは執行役員以上の報酬を減らしていましたで2013年5月と2015年6月に2回 電気料金を値上げしたときに、やっぱりあの、電気料金を値上げする際に、その消費者の方の理解を得られないからということで、うん、さらに削減率を引き上げたんですね。うん、役員報酬をさらに減らした。うん、ところがえ、業績の回復した後に報酬の減らした分を、や、えー、めていった役員に補填する方針を、取締役会などに報告せずに、会長と社長だけで決めちゃった。うん 元役員18人に対して補填分の支払いを分割で始めておよそ2.6億円を元役員18人に支給していたということなんですね。うん、で関西電力は2013年以降に全社員のボーナスや基本給も減らしていたんですが一般社員には当然減らした分を補填していなかったので役員だけがこっそりと補填してもらっていた。しかもその 電気料金、値上げした電気料金で、儲けた分を補填していたということで、うん、こ,これ、いつ分かったことなの、これ、これはまあ<え>昨日明らかになったということですね、<え>関西電力、うん、関連が元役員にこう、いろんなことで、あのー、 第一原発の事故の原発停止などで経営が悪化したと。悪化したと。値上げせざるを得なくなりましたと,たと。値上げしなくちゃいけないんで、値上げしますよって。だけども、あの役員とかあの、うん、従業員の給料を減らしますから、消費者の方々、理解してくださいって言って値下げ。ねね、値下げを、ね、あの値上げしたわけだよね。はいはい。電気料金を上げて、うん、げて自分たちの報酬は値下,値下げしたと。はい、だけどしばらく経って OK、役員だけこっそり18人分2.6億円、うん、お金、この間は悪かったね、減らしちゃって、戻すよって言って、戻しこれって、こういうのって、あのだって決済とか、あるわけでしょそうですね、どういう形で処理したのかっていうことですよね、まあ、これから,まあから処理をちゃんとしてたら分かるはずじゃんだって、これ、処理の仕方ももしかしたら。問題があったかもしれないですね。 はいしかも従業員の方は下げたまま減らしたまま補填もせずにと役員だけこっそりということですねこれあの今第三者委員会が調査に入ってその調査の過程で分かったので書かれたということのようですけどね何やってんだって感じだよねみんなに溜まってそれと 関連だよね、だよねあの高浜高浜町の元助役にその金品をいっぱいもらっていて、半ば脅されるような形とはいうものの、その人が役員を務めている企業に積極的に発注していたと。高浜の助役はこう、自分の息のかかった企業に。 いろんなことを受注させるとさせるからそこでマージンをたくさんもらうと。でこのもらったマージンのうち、まあ、何分の1かは知らないけどこれを今度はこう関連の人たちに役員に金品をあげていたともうせ背広を作ったり金の。 <laughs> あのお金をんか、うん、あの、うん、箱の底に埋めといたりとか、うんうん、<laughs> もうあのお主 <laughs>、ね、<ー>もやるよのみたいな越後屋みたいな話を <laughs> 平気でしかも自故後だよねこれそうですねそれそうですね中心的なのは、ね、中心的なのは自己後にやってたと、はい、だからこの まあ国も後押しててるこの事業を地方でやっていくためには、こう、地方の了解も取らなくちゃいけないし、だけど見返りに企業の受注もあるし、で、しかもこれをなんか関連が持ってきてくれるっていうことも大事だしと、ずっとこの構図の中が、まあ今関連が話題になってるけども、 まあ想像すると観点だけかなっていう気も,も本当にななないいのかっって調べたくなっちゃいますよよねねそうだよ、ねうん、これもはっきりちゃんとしてもらわなちゃいけないしでその <laughs> 裏で裏でっていうのもおかしいけどそ,、ね、まあそれが裏なんだけどその脇でっつうか、うん、こういうふうに、はい、なんかこう報酬の補填も そうですね。行われてたと。最初この、高浜町の元助役が、あの、金品を配っていたことが分かったときに、すごくあの、怖ものやり手の人だったので、言うことを聞かないとうまくいかなかったっていうふうなことを言って、ある種、ちょっと被害者みたいなトーンで喋っていた人たちが。怖くてもらわざるを得なかったみたいなこと言ってたよね。ねえねえもう、こっそりこんなこともやってたっていう、ねい。そんな、言い訳がねこう。お 金品もらってたわけだからね、いやいや、どんなことがあっても、ただ、全体にこれが行きたってると、自分だけ断るわけにはいかないっていうのは、ちょっとあったかもしれないね、うん、まあ、それからもう時間がないんですけど、福田康夫元総理のインタビューですが、やっぱりあの政治主導の人事になってしまって、官僚が忖度して、公文書を捨てたり、廃材したりっていうことは、 その非常によろしくないと。うんうん、で、まあ、その桜を見る会のみならず、うん、この例えば全国の小中学校、高校に今一斉休校を要請するに至った経緯についても記録が何もないということになったら近代国家としては非常に恥ずかしいと。うんうん、将来の危機管理のためにもしっかりと記録を残す、その意識を改めて、えー、役人の皆さんには徹底してほしいなという元総理大臣からのメッセージですね。うん、はい。はい 公文書の管理法を一一から読み直せと言ってるね、うん、公文書は自分たちが作るものだという大原則を頭に置いて仕事をしてほしいと何のために公文書を作り管理するのかについての意識を高めるような研修を徹底的に受けさせるべきだって言ってるね、うん、公文書はあれだよね記録に残りますよと言えばねえ その政治家だって変な介入はしてこないし、うん、最終的にはひょっとしたら自分たちの役人さんの身を守る手段にもなるというふうにもうこれ政治家がもう無茶を言ってくるのを今どう処理しようかとどう合わせようかっていうふうにしか近頃の答弁を裏で一生懸命やってるね,ね官僚の人見るとなんか。 思っちゃうよねはい政治主導の人事は間違いだ、えー、元首相の福田康夫さんがおっしゃってますさあ今日も始めます はい、こんにちは。大竹誠です。今日は3月18日水曜日。今日のパートナーは。ごきげんよう断密です。はい、私の横には。大竹や明です。よろしくお願いします。そして水曜日は。花粉症の薬をコーヒーで飲んで怒られました。伊藤浅子です。あ、いけないのあれ。わかんないです。<laughs> 自分もよくわかってない。誰に怒られたんですかあ、いや、今薬をアイスコーヒーで飲んでたら。コーヒーで飲むのつって。周りよく言うよね。 お茶で飲んじゃいけないとか左右で飲むってよく言われますよね水とか左右でねですでもだからずっとへりくつ言ってたんです「もしじゃあ今私が水で飲んだとしましょうよ」その10秒後にこのアイスコーヒー飲んだらそれはもうダメなのでねずっとその話してたら「時間です」って言われてここ来ましたへりくつだねだよね何で飲んでもよし いやいやいやちょっと待って。ダメなものはあるんじゃないですか絶対ありますよね。なんか成分がとかね、きっとね。よくわかってないんで。なんかグレープフルーツジュース飲んじゃいけない人もいますもんね。あ、そうなの血圧の薬血圧の薬とはグレープフルーツダメって言いますね。でですか成分がやっぱり合わないじゃないですか理由はわかんない。れない、理由はですね。 それはいいんじゃないそれだけ飲んでも酸っぱいだろうしねあれ酸っぱいですよねでも美味しいよねえ、暖かくなってまいりました本当ですね桜が咲き始めました始めましたもう開花戦でもありましたからねそうだはい。うちの近所がもうザ目黒川なんであ、あう。の大混雑のとこから全然ずれてますけど少しもういやでも。日の当たってるとこはちょっと来てますよもう うん、あれもなんかこう、なんかちょっと大変らしいね、お店、はいえー、とかそうですね、うん、本当に中目黒のほう行っちゃうと、きっと動けないぐらい人がいや、でもそれでもあんまり、年はこは、なんかあれナウイルスの関連でということもあるかもしれないですね。 写真で顔じゃないあの形みたいな丸いねでもともとコロナってあれだろそんな意味だろ太陽のコロナみたいな輪っかみたいなそうそうそうそんな意味だったそりゃ丸いわさそれは丸いわそうなんだいや確かだからコロナじゃないのあなるほどなるほどジュースぶっかけてやるえ喜んじゃうねジュースみんな好きだからさ ちっちゃくてわかんないところだよね, <laughs> ね。見つけるっっあお前かってなんか見つけるわけにいかないから。<laughs> 確かにね。目で見れない、ね。グレープフルーツぐらい大きかったらいいんですけどね。うん、そうだよな。そしたら本当に怖いよ。<laughs> <laughs> 君が悪いがそんな大きいもんが空中飛んでたの <laughs> <laughs>、うん。 おいしそう。よ <laughs> けられっけどね。逆に言えばね。<laughs> <laughs> えっと、一枚 p ご紹介していますか、はい。はい、どうぞ。はい、えっと、先々週、伊藤麻子さ,さんのレポーターでインタビューしていただいた、せいやの母のひろみです。うん、はい。番組のレポートを最後の1分くらいから聞き、うん、大竹さんからひろみさんありがとうと言われ、私と同じ名前だと聞いていて、その後息子の名前が呼ばれ。<あ>え すぐに息子から電話があり、出たよーの連絡にびっくりしました。うん、息子の転職のお祝いの言葉をいただき、ありがとうございます。うん、お風呂のまこちゃんのプレゼントもあり、家族で大盛り上がりでした。うん、家でイラストの仕事をしていますので、うん、大竹さんの番組大好きで聞かせていただいています。うんうん、お礼に拙い似顔絵ですが、水曜日のメンバーさんの似顔絵をお送りいたします。ご承知くださいという。うん、えっと、せいやの母という方からの、うん。なんか電車のお仕事つきたくて、前職辞めた方ですよね。うん あら、あら似てるじゃないの。太、うん、田さん、爽やか。爽やか、ね。ねうん、いいな、私のデコッパチ感もすごいてて、ねうんうん。糸ワーサーさんも、気持ちほっそりですよね。もうい、ん、い、うん、いいですね。重長に。重がに。ね、うん、あれだね。 あのタブレットジの書いたあの道路驚しいにがわに満ちたにがわに満ちたでもあれは写実性がねありますよねボールペンで書だって目白目ですよこちらは可愛らしいです嬉しいねカラーでねでも千谷さんって青いなりなんですねあ本当ですね音だけで伺ってたからね字は存じ上げなかったけどそう有給休暇消化中のね覚えてる覚えてる天職で はい、はい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 。人で頑張っていきましょうね。<laughs> なんだそれ。<laughs> <laughs> コロナにコロナに負けず。うん、はい。私いい人生でした。<laughs> まだ死ぬ。終わったの？もう終わるの？<laughs> まだ生きてるよ。<laughs> うん、どどどうしたの今日？<ん>え今日はだって元気なはずじゃないの？元気だけど。うん、私はみんなが大好きです。 どうしたの何かあったの何そのいい草はいい草は何みんなが大好きでした過去形も好きじゃないのかな私もみんなが大好きでした俺が言うと俺が言うとちょっとリアルリアリティが何のリアルかわかんないけどね増してくるんじゃないのはい。どうですか世間のコロナはもうねそうですねあれでスタッフに聞いた話あれだよね あのー、なんかちょっとあのー、なんか町の中にあるなんかちょっとなんとか多摩センターみたいなお風呂屋さんみたいなとこ行ったらはい、はい、あのー、前田の男の人があのー、マスクだけつけて 入っっててきたいうお風呂に中にんかスーパー銭湯みたいなところに入ってきたっていうードですかああそういやタオルは持ってたとか言ってたけどねでもブランブランいやブランブランかどうかタオルは持ってたっていう話は聞いたけどあれだけの湿度はなかなかねいい気がするんですけどねお風呂とかあとサウナとかも。 友達まあサウナ流行ってるから大好きな人いっぱいいるけど今もうガラガラででもサウナから言わせるとあの高温とあの湿度は絶対平気だっってそれはそうだよね今こそチャンスって言ってますよめっちゃ言ってるだから気をつけなくちゃいけないのはサウナのドアとかそんなことでそう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 そんなとこ気をつければいいんでね手洗いうがいうん まあ、ってそうは言われてるんだけども、うん、サウナを筆頭にもう結構ねまあ自主規制も要請も花見もできないってですね乗っとこう上野公園とかダメですもんね確かね、うんうん、遠赤禁止とかね地べたに書いてあるねあ<ー>、うん、特にね、うん、上野公園なんかいつも本当ぎっしりになるからね、うん、ね場所取りの人だっていらっしゃるし、うん、そうそうそうなんかあれだよね こ困ってなさそうだけど、うん、あ朝子なんかはどう今んとこ私個人の仕事としてはあの北海道が、うん、ん丸々、うん、なんていうんですか一回閉めましょうっていうか、うん、みんなで学校休みしましょうってあの前後だったんで北海道ロケはもちろんなくなって、うん、で海外は2週間前までは行って。 たんですけどそれがだから今後どうなるか、まだちゃんとは言われてないんですけどね、私自身はまだ、ただ、国内のロッケはやってますね、多少。今んとこやってるけども。場所は選んでると思いますけどね。無観客とか無観客はできないだろう、街なかだから。あと、シンプルまあお店が閉まってるとか、ここに行こうとしてたとこが、あの観光地なんか閉じてるはあるんで、そういうので。 ちょっと変わってきてんのはありますけどね、うん、内容はちょっと変更になるとあと人んちロケとかだと、うん、もうびっくりするぐらい最初人数でいきますもうディレクターさん AD さん演者、はいうん、マネージャーも変える三人<あ>とかまもうこないだやった家ロケは、ま、なんかだんだん1.9みたいになっちゃった あもういって今うもろそうですけどねもともとだからもともとマネージャーとかメイクさんとか来ないからタイトだよなはいそれはまあ海外だからもちろん当たり前なんですけどいやでももともとその辺んかあんまり金かけなくなってきてたじゃないだからそれになんかコロナが拍車をかけて少人数で行くのが当たり前だろうみたいなことになっちゃうかもしれないねまあで行けちゃうからね行けちゃうからねって言ってもだってカメラ回って てる時正直、うん、る別に取る人、うん、仕切る人,出る人演者がいれば別にそれでいいからすごいですねうううんそうそ,うそ,うそうだからまあ変わっていくとは思いますけどねで海外も入れないとか、うん、今いいから行ってみたもののもしかしてこれ帰れなくなるぞも出てくるじゃないですか。そかだからちょっと 様子は見てる感じですよ、ね、もう制限とか入国禁止とかっていう措置が日本よりもヨーロッパを中心により厳しいさらに厳しくなって今あっちがすごいから。今あっちがすごいから。震源地といいますか、うん、流行の一番ホットスポットになってるっていうもて、ね、でもこうイギリスなんかは多分島国というか陸続きじゃないからかもしれないですけど。うんうんうん ちょっとイギリスだけがちょっと違う方針を示していて、学校も休校とかにもせずに、禁止事故も少なめでっていうような考え方で、今、イギリスはやってるみたいです、ね、実際、発症してる人が相当少ないですもんね、うん、まだスペインとかイタリアに比べればずっと少ない,ない、あドイツが一番致死率が低いらしいしね、感染している人もそんなに多くないけども、やっぱりドイツはあれらしいね、なんか国民皆保険とか、 医療がやっぱ結構やっぱそういうのが如実に出るってことですか、ねうん、いやだから日本も皆保険じゃないこのあとどうなっていくかねあのこうコロナの先兆は分からないけども、まあ、ドイツなんかはその代わり消費税は19%と高いなるほどなるほど、うん、高いんだけどその医療は充実,充実してて皆保険もあるとうん,うん イタリアなんか逆にあのあまりこう医療にお金かけなくなってたらしいねそうで国としてその予算なるほど。ああ、まあだからその国国の事情があってまあこの今回のコロナがなってきたと武漢の最初の頃の映像とかイタリアの現在の映像とか見るともう。 まあ、野戦病院に近いような形で大混乱しているところがよく映りますけど、はい、すね、ね映りますねやっぱああいう状況になっちゃうと、やっぱり感染者がうわーっと、うん、広がっちゃってるっていうことですよね。 どうなんだろうねと思ってね。だから私、なんかあの、声、ガサガサが、時々、例えば、こういう花粉症の時って薬飲んで乾くから、声、ちょっとやりがちなんですよね。なるほど。そうすると、いつも行く、こういうの先生って、耳鼻科に行くんですけど、今日も寄ってきたんですけど、やっぱ、コロナの感染拡大を防ぐためにってって、いつも帰りに吸入をやっていくんですよ。はい。 塊なんですけどやめてました今吸入器のやっぱり分かんない、うん、管なんかいい<ー>一応感染を予防してってうわーと思って喉潤すやつですもんねで私会員の吸入器は持ってんだけど、うん、今日は耳鼻科るからいいやっつて家置いてきてるからは、うん、逆にこうやって。 元気じゃなくなるの嫌だなと思って。調子悪くなっちゃいますね。そうだからさっきあったかいスープなんだ。あよくわかってきた。なんかなんかわかんないけど温かいスープを買っての飲みましたよ。そうそうそう。俺まあ夜まあだいたい寝るのが二時ぐらいになんかまあ本読んだりテレビ見たりまあどっちかというとテレビぼっと見てるが多いんだけどスポーツ番組はさ。 ないんだよ。そっか。スポーツ。やってない。やってない。やってないんだよ。しかも割と世界に目向けてもやって。世界ゴルフなんかもうやってるでしょ。やってない。ね。あの。野球なんかも。もう。あのオープン戦も。そうですね。あの日本だと無観客ですしね。ね。夜中に昼間撮ったやつ、夜中にやってるようなチャンネルも。うやってなくてさ。何見てるんですか。いや、もう。 見るもんなくなっちゃってやってる方はあれなんだよ <laughs> の、うん、昔のあれどうしたらそうなったか知らないけど昔のジャイアンツが優勝したとか懐かしい映像,懐かしい映像みたいな <laughs> <laughs> あーなるほど、うん、<ー>確かに、うん、あの BS1 で夜中の12時半か夜中の12時半ぐらいに「相撲のダイジェスト」ねこれだけはやってるんだけど、うん、でもお客さんのいない。 そうですね。お相撲で。もう見てて、あれだよね、あの、あの力水ってあるじゃない。で、よく、その絵でもよく見れないんだけど。なんか力水の中に。水入ってなさそうなのね。入ってないですよ。今エア力水ですよ。入れてないです。いや、だから、前は。前は。前はだって、あの力水で、あの、ちょっと口吸いだりして。 はい、それでパンって気合い入れていったりしてたんだけど、はいはい、今水入ってないみたいに俺には入ってないの入ってないの、うん、いやだからちょっと,と、ね、エア遠く斜めからあの尺尺、はい、の中がチラッと見えたんだよ入ってねえなこれと思って力水どうすんだと思ってはあ<ー>、うん、そうなんだ 力出ないよ。力水はやっぱり力水ですもんね。ね、そのちがね。力水、ら水ね。あ、チーなし。エアミズ、あれだってよ、エアなんてもう本当にね、春の愛じゃないんだから。ね。飲む真似してんだよだって。力空気ですよ。だって神社のあの調子場もないですよ今。え、嘘。お水入ってないところがある。あれ何？水入ってない。 エア、エアなの、枯れちゃってる。あらあらあら。あらあら。あ、そう。全部じゃないでしょうけど。テレビとかやって。あるんだ。あるんだ。大変だ。もう。じゃ、もう朝ごの周りやんの、あんのはもう。酒だけだね。清めさせていただいております。どなんでしょうね。酒飲みがあの。こぞっていうアルコール消毒っていう表現ね。あれ、なんなんでしょうね。全員。 本当によく今聞きますもん。な。あの別に普段通り飲んでるのに、うんうんうん。アルコール消毒とか,、ね毒とかね、<laughs> ちょっと風邪気味だから今日はお酒飲めないんです。<laughs> うん、じゃあアルコール消毒しなくちゃ、ね。なんでしょうね。あのー、飲 <laughs> んべの言い訳っていうかね。下品なね。<ー>でも言っちゃう。ならねって言ってやれよ、誰か。こんなもん、そんなものは消毒に。気持ち気持ち。<laughs> でも六十四度くらいあれば少し消毒になるかもしれないね。そうか,かそう思うと時のあななの時のあのはい、うん、ありますね。めっちゃ強いやつね。エアエアモリエアモリ。 いや、ええ、じゃちょっと無理なんですよやっぱ強めのねぶつけないと <laughs>、うん、あだそれも根拠あるかどうかわかんないですけど、ね、<laughs> いや全くないでしょ <laughs> 全くないでしょいやまだでもお酒もね飲めて楽しいって思えるんだったらまだまだう元気だなっていう実感はありますお、ねうん、酒もいらないってい姉さんがなったら大変だよ 朝では家族でもすっごい飲んでるらしい。どんちゃんですかいや、ちゃ父はも誕生日が2月3月なもので、子供3人で、あの、両親の合同誕生日会をやるんですけど、フェ,フェスですね。フェス。それをこの間日曜日やりましたところね、うんうん、ちょっと果てしない狩猟が消えてなくなりましたね。フェスはどれぐらい開けられるんですかフェスはちょっと、あの、 まあスタートは大人7人子供三3人で、はい、まあシャンパンから入るじゃないですか2本 2>、うん、で大人たちにはそこにチェイサーにビールも並べられチェイサーにビールっていうのもおっしゃるそうですどちらも泡なんですけどそこにまあ和食だったんでね次々と日本酒が運び込まれまして。 どのくらいい飲んんんんだわかかななでですす私はそのり覚え2合どっくりで来てたからそれが2本だったか3本だったかちょっと存じ上げないんですけど存じ上げない記憶がございませんでその後やっぱ両親が「実家寄るよな」みたいな空気になって「行くに決まってんじゃないですか」なんつってそこでまた飲んだ直しの白ワインを開けたんですけどなんかみんな違うの飲みたかったみたいで。 私がそれを一人、ほぼ一人で飲んだのを覚えてるんです <laughs> <laughs> でも、楽しかったのよ。<laughs> で、<laughs> 父ちゃんも母ちゃんもね、いいね80前後でね、<laughs> 83と79かな。パトマもその間何を飲んでらしたんですかな、実家ついてからなんだろうね、ウイスキーに三る。五 <laughs> それぞれになるんで、あのもう、酒にルールはない家族なのおののが。のの好きなものを、飲みたいものを、飲み。 大量のすごいですね。配偶者ももうみんな、おじ、おばも。家族全員、ちょっと気にしなくちゃいけないのは、コレステロールかね、数字はね。ひどいんですよ、私、どうしましょう。なんか、この間、人間ドックの結果来たんですけど、もともと遺伝のせいにしてたんですけど、ちょっとそれだけ高いんですよ、コレステロールが。レニオン酸値とか糖とか、中性脂肪とか低いぐらいで、全然平気なんですけど。 コレステロール値だけがいつも高いのを遺伝だって言ってたんですよ。そしたらとうとうなんか割と色違う色で数値が書いてあったんで赤ですね赤,赤。で「はい H」「高いの H」が書いてあったんでもうちょっとさすがにと思って <laughs> あ時々矢印のやつもあるよな。 矢印まで上さしてるやつあれが上なんですよ上さすの嫌ねあれで矢印が上さしてるやついや太字になってたし矢印がそこにね先生が丸つけたしそうなんですよく見ろとここを見るほがいい分そこがやっぱ目立つそのほかは何もそのほか何もだけど何かコレステロール値気にした料理とかをネットで調べたんですけど何か「揚げ物肉卵控えて」って書いてたんですけど全部じゃん でも振り返ると、私意外に魚と野菜好きなんですよ。あ、そうなの、肉ってないあれっつって、じゃあ、やっぱり遺伝かなんつって。揚げ物に卵。食いすぎなんじゃ、どっちにしても。飲みすぎなんだと思うんです。酒、酒かな、わかんない。そこが直に伝わってるかわかんないけど。それかな。はい、まあ。みんな元気でね。元気です。伊藤家、はまず。はい。伊藤家、伊藤家、お酒すごいですね。すごいんです、みんな。 だって前言ったかもだから妹の結婚式の時は大人十何人で一っとだる全部開けたんで力水だ最後3人ぐらいの大人が一っとだる持ち上げてこう垂らしてた映像をすごく覚えてるまだまだ出るだろうね <laughs> そんな家なんで元気ですすいませんね ははいはい元気で元気が何よりでは、今、元気ないんだから、もういなきょでも3つ記事をご用意しておりますが、1つは今日発売の週刊文春が取り上げているんですけれども、森友学園問題で自殺された財務省の官僚の方の遺書がえあるということが分かりまして、全文が公開されているという記事。 それから2つ目は、これも週刊文春の今日発売の記事なんですが、加計学園の問題の新たな事実、そして3つ目がその日刊スポーツの記事ですが、G7 の電話会議、これ、外国の報道の仕方がちょっと違うところも日本とはあるという、その3つを用意してありますが、まず今日発売の週刊文春の記事をご紹介したいんですが、うん。 あの、2年前の3月7日、えー、近畿財務局の職員の赤木敏夫さんという方は、当時54歳が、えー、自らあ命を絶たれたと。で、安倍昭恵夫人が関わっている小学校への国有地の格安払い下げが国会で問題となっている中で起きた。 文書の改ざん事件。財務省の文書が、うん、公文書が改ざんされました。で、真面目な公務員はなぜ公文書を改ざんして、そして死を選ばなければならなかったのか。あの、A4 で7枚の通説な手記やメモが、 この週刊文春には今日明らかにされておりまして、うん、その経緯が国名に綴られていたということで、うん、えちょっとご紹介したいんですが、はい、あの、赤木さん、絵を騒がせた森友事件の公文書の改ざんを、えー、上司に無理やりやれと言われて、自ら命を絶たれました。はい、これが2018年3月7日のこと。うん、で、実は、あの、赤木さんの自宅のパソコンには指揮と題した 細かい文書が残されていたんですね。うん、で、奥さんはご主人が残した手記をジャーナリストに渡して、そのままご主人の後を追うつもりでいたんですけど、それを思いとどまっていた。うん、で、その後財務省と近畿財務局がその奥さんに誠意のない態度を繰り返したので、うん、え考えを変えて公表することにし、え国と当時の財務省の官僚の佐川さんを 裁判で訴えようということで、うん、今回の記事の公開になったということなんですね。うんうん、で、森友学園へのこの国有事売却問題、なぜ改ざんされたかという、そのターニングポイントになったのが、2月17日の安倍総理の国会での答弁。私や妻が関係しているということになれば、間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということは、はっきり申し上げておきたい。全く関係ないと。 この一言でえ、財務省が、まあ、ほぼ全体に改ざんの方向へわっと流れていく。うん、どうしてかというと、その当初の公文書には、安倍昭恵さんの名前などがしっかりと書かれていたから。うん、で、ここで遺書の一部なんですが、元はすべて佐川理財局長の指示です。学園に公文したと取られる疑いの歌手はすべて修正するよう指示があったと聞きました。 まあこういう遺書の文言があって、以下、実名で事細かくその改ざんに至る経緯が書かれているんですね。で、赤木さんという方は、もともと非常に気真面目な方で、ずっとその改ざんに抵抗していたと。で、抵抗していたんだけれども、その圧力に耐えきれなくなって、自ら手を下して改ざんしてしまった。それをずっと気に病んでいたんですね。で、赤木さんによると、大阪地検特捜部もその流れすべて知っているというふうに遺書には、うん 書かれています。うん、で、法律相談の記録などの内部検討資料は一切示さない。検査員、会計検査員への説明は文書として保存していないと説明するよう、事前に財務省から指示がありました。うん、つまり、証拠となり得るようなものは、あなくしてしまえ。 し、えー、なかったことにしろ。という指示も、財務省の本省があった、本省から指示があったと、えー、赤木さんの遺書には書かれています。うん、で、まあ、あこの、倫理観にともな、えー、と、もとる、正義にもとる、この公文書の改ざんをしたことをずっと悔やんでいたんですけれども、うん、2017年7月の人事異動で、この赤木さんの担当部署、 当初変わることになっていた。ようやく森友学園の問題から離れることができることに内々な,なってて、えー、直属の上司からは動かしてもらえるよう、大丈夫だよと言われていたそうなんです。ところが、6月の内事の日に、えー、赤木さんは移動しなかった、その場所に留まりました。それどころか、この週刊文書の記事によると、同じ部署の他の職員は上司も含めてみんな移動で、赤木さんだけがこの職場に残された。 しかも、えー、問題の国,国有地の売買に関する資料はすべて処分されて職場から消えていたということなんですね。つまり、あの、正義に戻ることをやって苦しんでいた赤木さんですけれども、この後、自分一人のせいにされて自分は捕まるんじゃないかという恐怖心も自分の心の中で、えー、相当なプレッシャーになっていたということのようなんです。で、実際に、 ついに検事から電話がかかってきて、えー、病状は極端に悪化したと奥様は言っている。で、僕は職場に復帰したら検察に呼ばれる。検察は恐ろしいとこや、何を言っても思い通りの供述を取る。検察はもう近畿財務局が主導して改ざんしたという絵を描いている。そのストーリーから逃げられない。僕が何を言っても無理や。財務省本省の指示なのに。 最終的には自分のせいにされる僕は犯罪者やというふうに奥様には語って非常に怯えていたと。で、2018年3月2日、朝日新聞についに記事が出ます。えー、森友文書書き換えの疑い、バーンと大きな記事が出て、 で、赤木さんはそれを見てすごく落ち込んで、まあ死ぬ死ぬと繰り返した結果、まあ、あの、自殺に追い込まれたということで、で、今回の遺書の公開ということになりましたが、うん、あの、この週刊文春の記事によると、今日奥様は、え国と、えー、佐川信久元おり、えー、理財局長を、その、国家賠償訴訟で、1億1000万円の訴訟で賠償金を請求するという記事になった。 ていますその「週刊文春」に書かれてあることをそのまま,、うん、まあ省略してですけど、はい、抜粋でご紹介いたしました。うんうん、はいえっ、ー、とやっとこの部署から解放されると思ったら、うんうん、6月の人事異動でたった一人残されちゃったんだう もう本当に窮地に追い込まれて、はい、この後も一人でこれを受けていかなきゃいけないのかっていう気持ちにはなっただろうことが、うん、この式からは伺えるということだね。うん、さて。 週刊文春はこれほど大きく取り上げて、全部で12ページぐらいあったのかね、うん、大きく取り上げたきっの,その写真もそうでしたし、うん、本文の最初の記事もそうでしたし、うん、そして今ご紹介した記事以外に、その遺書の全文も載っているので、相当分厚い特集になってますね今、ことの次第は太田さんの方からこう全部こうお話しいただいたんだけど、問題はこれをメディアが。 これを国会が、えー、これを、あのーまあ、ここにも書かれている検察が、ね、うん、それと、まあ、そのもっと言えば財務省、ね、党、まあの近畿財務局も含めてどう対処するんだろうと、はい、このあと裁判になると、はいね、当然、あのー、証言を。 求め,られる求められることもあるだろうと、うんえー。いずれにしても知りたいのは真実だよね、えー、それを各メディアがどう対応していくのかも、うん、踏まえてずっと番組では注目していきたいと。 うね、非常にあの実、うん、全部実名で明かされているので、うん、非常に生々しい記事なんですね、うんで、しかもこれがもし本当だったら、うん、かなりの大きな問題だと思うんですけど、うん、やっぱりあの新型コロナウイルス肺炎のことが今、うん、あ大きく取りざたされているので、はいうん、他のメディアを見たところ、この記事に関する扱いは非常に小さいという印象が ありましたので、はい、今後その裁判になったところ、まだ小さいわけですけども、今後、どうな裁判も始まったりするからね。ちょっとしたら、国会でまたこ新たな追及があるかもしれませんけどね。はい、うんはいはい えー、さて次ですもう1個は、まあ、時間もないんですけど、加計学園の推薦入試、獣医学部の推薦入試で、はいえー、韓国人の受験者あ、うん、7人全員、面接で0点になってたというニュースは、この番組でもお,伝ししお伝えしましたけど、うん、そのうちの1人が筆記試験で満点で後日入ってきたりとかいうこともあったんですけど、うんえー、もう一人、その人か、また別な人かは分かりませんけれども、うん、その0点を食らった人のうちの1人が、うん、加計学園主催の日本語弁論大会。 で見事優勝していてお客さんからも<れ>校長から褒められてた。こ<れ>でその人も 0点だったって、落ちてたっていうことなんですけど、最初、なんでみんな7人が全部0点だったかって言ったら、加計学園の方は日本語能力に不安があったっていうふうに説明してたんです加計学園の主催の弁論大会で優勝してる勝して、加計事長も褒めてる人が、日本語の能力に不安があるって言って、0点になってたんですけど、そのちょっと理由を変えて、日本語能力だけじゃなくて、総合的に判断したというふうに言ってるんですけど、ちょっとドタバタして てますすねわ <laughs> わやわやです、ね、どうでもいいけどどうしてこうフェアじゃないことがこの国で行われるかね、うん、もうフェアっていうのが基本だろう、はいはい、ねえ。面接0点ってひどいよねこの手の報道が今「週刊文春」しかから出てこないっていうのもちょっとなって個人的には思いますね<ー>他のテレビ、うん、新聞。うん 会場も含めて、頑張らないとっていうか。さあ、今日も始めましょう。俺。俺。いや、そうっす。俺の番組。はい、こんにちは、大竹まことです。今日は三月十九日木曜日、今日のパートナーは。こんにちは、三浦康子です。はい、私の横には、大竹英明です。よろしくお願いします。そして木曜日は、雷の匠と、雷学です。お願いします。もう、あったかくて、ボケちゃったよ、本当にね。いや、でもボカボカします。ねボカボカだよね。 いや、ここじゃなくて、外も。外もポカポカなんだよ、今日。でも、今日、私、初めて、今年初めて。ヒートテック着てない。ああ、そう。着てこなかったんですね。なんか、着てる服も、なんか、ちょっとだけ春っぽい感じ。ああ、去年、去年か、だが、一昨年に、韓国で買ったスセンターです。ボーダーの、ね、オレンジと、ベージュ、何、薄茶。薄茶。うん。ね。うん。若々しい。 ありがとうございます。若々しい。若々しい。若々しいってでも年寄りに向かって言う言葉だよね。そうだよね。若々しいって言われてありがとうつうか嬉しいってやだいな。いやだな。マナブくん可いってポロって言いましたね。いやそうですね。いやあの本当に鮮やかなセーターで。そうだはっきり鮮やかなセーターで。はっきりは言えなかったです。すみません。なんで？はい。とっても可愛い。ねあのマナブくんのそこがさ女性陣からは高評価だよね。あのなんか可愛いとか言うと嘘くさいけど。 思わず口しっちゃった風に。かわい漏れちゃったみたいだね。すみません。太田さんみたいに、それを小さく誰か拾ってくれたら。もう大儲けだよな。それで金稼いで。そうです。はい、得してます。本当に。で、あの人は本当のことしか言わないみたいな。そう。出てるやだなんてね。ホスト、ホスト。ホストね。ホスト。ナンバーワンホスト。本当はものすごい性欲が強い。だけゃくちゃ強い。本当にもうたまんないですよ。たまんないですよ。貯金できたら。 いいのにねで年取って7十8 0の時にその性欲を下ろせたらいいのにねああ確かにまあこんなご時世だからやっぱり濃厚接触を避けなきゃいけないっていうんで風俗になかなか行きたくても行けないじゃないですか行けないとなるとすごく行きたくなりませんそうですよねダメってなるとダメってなると行ったら喜ぶぞ今空いてるみいてるらしいよはい僕には天下がありますからでも ドラッグストアにもやっぱトイレットペーパーもない、マスクもない、天はありますけど。助かります、本当に。た製品、全製品が届いちゃうよ、お前。お願いします。はいはい。三浦はね、ちょっと社会に出して文句があるらしいよ。社会に対してあの、あ あれね、あれね私、あの発見したの、あの今、電車でせしたりすると、なんかちょっとなんかじろってなっちゃうから、みんな静かじゃないですか、それであの新幹線乗って、新幹線乗るとよくわかるでしょ、大阪から乗ってさ、夜とかさ、仕事終わるとさ、寝とるとさ、おっさんのさ、ええへんとかさ、なんか、ええへんとかってさ、起こされて、わってびっくりして、起きること多々あったじゃない。 今誰もしないじゃんはい、はい、ずっと安眠できるじゃんはい、はい、その時気づいたの今までも我慢できたのに我慢してなかったってこと <laughs> ってそこに気づいた私ちょっとなんか急に腹立ってきちゃって <laughs> じゃあ今まで私の安眠をさ「ね、うん、えしへえー、えー、とかやってさやってた人ってじゃあもともと我慢できたじゃんっていうことにちょっと腹が立ったという話うん、うん、うでも今まであれだよなくしゃみしても世間の音がめも、うん、何にもなかった。 から,からやりたい放題だったってことでしょ？っ,ってことだよね。うん、でしょ？どうごじょ我慢できるんだの？

だけど、あれだよ、春の愛はくしゃみでかいけどね、なんかね、俺もね、でもね、くしゃみね、ちっちゃくしようと思って努力してるんだけど、くしゃみ、意外とちっちゃくなんないなと思って。それってある時期から、年齢、おじさんになってから、いや、どっちだろう、子時から子供のくしゃみなんか、記憶にねえな、してなかったじゃない、くしゃみなんか、めったに。ちょっと、しかも俺、花粉印象かなんかよくわからないから、よくわかんないから。 あれなんか立て続けに3回ぐらい出るんだよわかるかる連続出てるんだよもうほんと体も気をつけてほしいなと思うんだよ1回でいいじゃん1回で全部なあ1回で全部出せやとくしゃみたいものを3回もうもうもエクショエクショエクショ3回ぐらい続くとさ自分が自分で嫌いになるくしゃみ3回したつもみで回 ルール三十のール三十三回といえば臭み三回ルール三十知らないよ聞いたことあるギリギリ CM c ありますはいまあ別にすいませんあでもベンベンザも何でも好きだけどはいあいいんですよ思いついたことをね口に出した方がねストレスがたまなくていいらしいですよ本で読んだでもでおじさんが思いついたダジャレとかいうのは野放しにしてあげた方があのストレスがたまらないあら なるほどやっぱそれを我慢しちゃう方がストレスになっちゃったってくしゃみはくしゃみ3回なんとかルール三条とか思いついちゃってすぐ口走っちゃったんでしょそれいいんですよストレスためなくてそれはありがたいんだけどその大元のくしゃみはあくしゃみもう話終わってよトークいやいや終わってだからだってあのそういうふうに出した方がいいんですって言ったから言うからくしゃみも出ちゃなんでくしゃみは小さく出してちっちゃく。 まあそれできないですよね。女の人のさ、ちっちゃなくしゃべって、俺逆にあれ本当かよって思う。あの小型犬みたいなね。そうそう。でちっちゃくちまうまい。はる水でちまう。エアでエアでやエアでやってたらはる水でちまう。お前後ろから言っておけ。吸ってないからですよね。吸ってんじゃねえパコンって叩かなくなったら、くしゃみみたいなムラムラだから俺思ったんですけど、くしゃみってやっぱり息を吸った分だけくしゃみ出るじゃないですか。くしゃみする。 吸わないのだからその時に、ねね、はーって吐けば。ねねね

行く行くか大い。だいぶ奥まで。違う会話しといてもらっていかあ、分かった。分かった。やっぱ見られるとね、緊張しちゃう分かった。あ、大竹も竹も今。やばい。なんか会話してって言われても、全員が小指作って鼻に。咳が出た。くすぐって。くすぐって。こんなことやったことないよ、俺。たくみくんが随分入れてるのに全然反応してない。あ、ダメだ。 全然くすぐっゃって証明したいのにくしゃみが出てる7、8センチ、1センチぐらい入れてたくすぐったい、全然ダメ血出ちゃうよ、血出ちゃう実は私、結構前からそれやってるんですお、ボいてやつ花粉症がひどいんでしょっちゅうくしゃみ出ちゃうんであの出そうな時に息を吐く息吐くボリューム下がります下がりますよね、やっぱそうですよね大沢さんじゃあこよりでできますあ、こよりやってみよう実験し、でもできるんだら実験しなくていいじゃんだってなできるってわかったってすなわさんに音を聞かした 音でなるほど皆さんに音を聞かせてす <laughs>

<laughs> やめろよその、ポリポリっていうのとクシュクシュっていうのでど何してればいいんだよ。まあね、あれうん 全然出ない、いつも出しちゃいかんとこだと、グリスク食べると百パクしゃでるのに。はい、じゃ、別な。あ、決まってました。でかい。でかいじゃねえかよ。でかいじゃねえかよ、お前。でかいじゃねえかよ。でかい。でかいじゃねえか、お前ら二人とも。最初のが巧みで、後が学ぶ。でかいよ、うるさいよ。 今三浦さん小よりで、あちゃめちゃ喋ってて、はい、三三浦小よりがくしゃくしゃになっちゃったて、細すぎた。このティッシュ二枚重ねなんでやっぱり一枚に分けてやった方が、細い方がいい細い方がいい。刺激されますね。気持ち悪いだろ。はい、くすぐったす。る。やっぱ自然に。いやだから。 だからだけどお前小さくしようとしてやったの今今小さくしようとやろうと心がけなんですけどなんか急に出るタイプのくしゃみでしたあダメだできないっていうまあでも光浦のあれもわかるわなんかそんな あの大手を振ってするようなものじゃないと、うん、ただ人によって差異はあるね、うん、あの人によって、うん、まあ俺なんかもう年取ってきてからかもしれないけども、はい、ちょっとくしゃみ大きくなったよ多分、うんまあ、結構ほら俺あの関係なく長いからね、うん、本番中でもこの温度差がちょっと足元がするとすぐくしゃみが出るんで。 で、大竹スタジオ入ってものすごいリラックス、リラックスしてないとくしゃみって出ないんだよ、うん、って言われて、えー、俺リ,リラックスしてるわけじゃないんだけど、温度差で出ちゃうんだけど、うん、はい、あ、すげえリラックスしてるな。 くれるだけでいいのにね。あの肘、肘でさ、今これやんなさいっつって、これやったらさ、声だって小さくなるじゃん。バーカ。俺、の友達、四人中三人腕がここに届かねえ。もう体硬くなっちゃっ俺、俺、俺もここまで来るけど、こっからここって届い。届いてんじゃねえかよ。いや、すごい。 あ、余ってる手で肘を押さんとつかんっことあ、当たり無理じゃねえかよえ固くで蹴っていかないのこっちでこっちでこれギュッと押さえるギュッと押さえると、ストレッチみたいな押さえるよ、いててててててて、でも押さえるしダメなんだよ大変だろだから、なかなか、あと何かないの肩は肩肩ってなんだよまあ、ここが回んねえのに肩が回るわけねえだろあ、そうかここでやっとなんだよ、こうやって無理だねあとないのどうすれんだよこれは 肘じっつうか手の甲のちょっと上ぐらいのとこをパのとこれならできるよあそれならできるれならちょっと小さくなるかなこれならできるけどこれ隠さるんじゃないだろうああそうだって手のひらでこうやってやってそれでハクションってこれ大体くしゃみする時は後ろ向いてこうやっていつもやってたじゃんねだけど こ手のひらがダメだってんだろセーターをぶってまくってさぶってまくって顔を隠していつでも着てねえよセーターいつでも着てねえよ夏にだって着てねえよセーターサラリーマンは着てないかスーツだしなぁ新しいのがいいなスーツ汚すくらいだったらあの 人にかけたほうがいいといやだめだできるだけかけないようにしないそういが進化する大きいアクションするんだよなんで俺悪者になって俺はもうスーツの味方しただけじゃんちょっとだけお前スーツそんなにお前無駄にできないよ洗えないしねだいたいサラリーマンスーツを何着で回してると思ってんだよ3着か2着 そうだろう。あっても四着ぐらいで、だって一月か二月平気で来てるもんね。来てるだろ。うそれだからま回してるだけだから。クリーニングしない。すーつってくしゃみなんかできないやん。そうかね。はあ。となんだよ。バンダナ。バンダナ。ネクタイ。ネクタイ。あネクタイいいじゃない。ネクタイ。ネクタイたけんダイギネクタイだって。あれよねえじゃんついじゃん。 でジベジタに羽撃ってるどうだ。なんかジベタに向かって。あたしいいこと考えちゃった。何？発明品これ売れる。ちょっとちょっと待ってちょっと待って俺のジベタの発明。お前どうお前じゃすっげえ虫すっげえ虫じゃん。早く言わないと忘れちゃうって。なんだよ。いやネクタイって先のとんがったととところって結局隠してるじゃないですかスーツで。でもで先のところにこのおしぼりみたいなこのなんつうのちょっとベッドサイズのこのタオルの塊みたいなのつけと。 <で>うん、くしゃみは咳が出るときヒュッと持ってって、うん、ペクシャンっつってでスッとしまうでそこをマジックテープで取り外しできるで洗える、うん、これ売れないか、うん、確かにネクテの先っぽはボタン閉めたらいいですからねだアイデアダメか 主婦が億円稼いでもそのくらい用意するやつはみんなマスクしてるよなマスクもしてるしハンカチ持ってるわねマスクハンカチも持ってるみんな持ってる俺の言ってるのはこういうスタジオの中とかそういうところでマスクもできないでしょしゃべれないからねマスクでこもっちゃうからそうした時にどうしたらいいかっていう原稿とかそこを考えてほしいそれはね考えたの100円とかさぐらいでさ今ペーパーホルダーあるじゃん透明の なんつうの、ファイル、ファイル挟むやつ。クリアファイル。クリアファイルあれを、カチューシャにこういうふうにつけて。あの塗装屋みたいに、あのな、板金屋さんみたいな。板金屋さん。これを、あの透明のやつを、簡易で百均で作って、こうやってやって。喋れば、私多分いいんじゃないかと思って。え、ずっとそうやって喋って。ラジオだって、だって見れるわけじゃないので、人様からさ、テレビじゃないで、ラジオの場合は、こうやってさ、この。 前に目の前にファイルみたいな透明のファイルだから僕らと目合う表情は分かるくしゃみし放題そうそれはそんなにこれあれこういうのって需要と供給のバランスがあってものって初めて売れるわけだからだからみんなねこれスタジオのラジオ入ったら義務ですよっつうんならね そうなるかもしれないけど、うん、そうじゃなかったら、そのなんか、よかれで作って、ここに置いといてみようかな、うん、文化放送に。失脚した。先輩の明日んどん。普段はいいけどさ、やっぱちょっといい女優とか来たときな。うん

なんだ栃木テレビが<何>あの,のやってたレギュラーが4本獲得してテレビ東京だけでレギュラーが4本？はい、え？テレ東だけで4本、はい、？4本も増えたの？4本になりましたレギュラーがレギュラーが元々3本あって1本増えた テレ東の社員かお前本当そうだねマジでりってますねレギュラーが全部テレ東ってことレギュラー他にもちょこちょこあるんですけど栃木栃木テレビはいテレビ東京さんがね特に多いね多いですねすごいね朝から夜中までそこまでテレビ東京がそうなんか各分野で

テレビ東京とタイトルだけど、テレビ愛知とか、そういうこと。そうでね。テレビ九州とか、あのネットワークありますよねはい。うじゃ、テレビ東京はもう、ながっていいんだ。ね。東京弁じゃなくていいんだ。栃木なが、なが、茨城なまり。茨城はオッケー。茨城なまりオッケーですね。うん。すごいね。でも。そんなのやってて。もう。 今始まる前にあの営業が減ったとか、い営業四本前やって他にもあって営業なんかいらねえだろ、いやそれでもやっぱりその営業様様なんですよ僕らのそのグラフで言ったらそうですね収入の収入グラフで言ったらやっぱり営業様様ですよ全部いろんな場所に行ってそうだよですよ仕事はみんなでシェアするしそうだよ独占禁止法ですよ仕事はみんなでシェア 俺ら、俺、営業下手でさ、はい、もう本当、仕事来なかったな、はい、営業。 だってんか作ってやるとちょっとムッとするんだけどお前だって営業なんかそんなうまくねえだろうよだからうちらは若手の時から本当にもう人見知りで客いじりとかそんな知らん人の前でそんな仲良く楽しくできないじゃんもんでさ結構もじもじ下向いちゃったりしてさ新人の時すぐ行かされてほいでさ営業からクレームが来ちゃって営業先からそれでさそれでもう事務所にさオアシスで営業させんなっつってでそれでもう営業もう若手の時から 最後に行った営業でじゃあもう20代前半とかで終わっていやでもまあテレビいっぱい出てるもんだ時とかはそうやって呼ばれたりはしたけど学園祭とかまあとにかくなかったあいつら行くとよくなくなる嫌な思い1週間の予定で入った東京のすごい大きなキャバレーの営業1週間入って毎日だっつって初日に首切られたことあえ何したええ何をやったんですか っていうコントやったんだ。うん。岡サーファー。サーフボード持って。はい。それで出て、俺たちは岡サーファーだっていうコントやってたんだけど。あれも見上がらないやっぱね、ネタは見ないですもんね。営業ってのは難しいですよな酒飲むところは、あ、やっぱりなんか、自分も飲んで。 客のビール飲んだりして、客いじるみたいなことがやっぱり一番。まあまあまあ、そうですね。一番受けやすいですね。受けて。ね。お客さん、そう、偉い人ステージに上げたり、うん。ネクサーに住んで逃げちゃったり。はい。なんかそんなことそういうのになってきますからね。

はいはい、ね、え天気もいいし、はい、はいええ、気持ちよい外営業、うん、営業じゃねえや、外回りちょっとお願いします。外回り行ってきます。はい、外回り行ってきます。はい雷のお二人行ってください。はいいます。はい。 じゃあ、今日もちょっと記事をご紹介したいと思うんですが、今日も3つ用意しております。まずは森友学園問題で、元近畿財務局の職員の方が自殺に追い込まれた件で、奥様が昨日国と佐賀信久元理財局長を提訴いたしました、この件について。それから2つ目は、新型コロナウイルス肺炎の蔓延に伴って、フリーランスの方の保証が1日4100円というふうに決められていましたが、 実は申請がめちゃめちゃ面倒だという、そういう件、ねうんはい、ただでさえ半分だよね。うん、あの働いている人は8330円なんですが、うんうん、フリーランスの方は1日4100円ということで、うんうん、しかも申請が面倒、はい、えらく面倒。うん それから三つ目が東京新聞の昨日の夕刊の記事で、うん、えっと、奥村信之さんという武蔵大学の教授が書いているコラムなんですが、タイトルをまずご紹介しますけど、うん、え総理会見の異常さを放置して、まあ、ほったらかしにして、何がジャーナリズムかと、うん、相当きつい表現で今のジャーナリズムの世界を批判しているというはい。なんとか三つまでたたりつかないかね。はい、最初のは。 まずは、昨日概要について、週刊文春が伝え、伝えた概要についてお伝えしましたが、あとはどういう反応をこれから世の中していくか、メディアによって大きく取り上げているところと、それほどでもないところ、結構対応が分かれておりますが、 あの、東京新聞のミシ三木義和さんという弁護士の方のコラムですけども、うん、え結びのところで、さあ関係者たちは人間としてどうするんだろう。うん、また佐川さんを証拠不十分という理由で不起訴にした検察庁はどうするんだろう。 定年延長のお礼に今回も握りつぶすのか、与党議員にも良識があることを信じたいえ、官邸周辺から拡散されている悪質ウイルスを封じ込めるときだと、うんまあ、きつい口調で、非難しております。うん、あのあ、あれだよね、このさ最後の記事まで、ジャーナリズムは何をするのかという問題は、 結構今、文春がやってるんだけど大きな問題だなっていうふうに思うのとそれからあと、ここにあれは出てる検察はどうするのかみたいな今ご紹介したように佐川さんを証拠不十分という理由で不起訴にした検察庁はどうするんだろうということをさんおっっしゃています人が一人お亡くなりになってる遺書が出てきたということであれだよね。 そこであんまりあんまりじゃないよねそこで嘘なんかはつかないだろうとうんみんな思うよねはい。 訴えてておりますけれどどもうなっいい。くんでは日刊スポーツでは財務省近畿財務局 OB で元同僚の田中智義さんという方が実名でコメントを出してるんですが「手記を読み涙が出た追い込まれていく中でよく記録を残してくれた不正について現場と本省やキャリア組との温度差が伝わる内容だよもや怪文書とみなさないと思うが政権がどう対応するか注目したい」本件は森友学園への土地貸付から決済 文書改ざんまででてが本省マターで財務局は判断を仰いでやっただけだが、うん、彼は立場の弱い自分が最終的に切り捨てられると感じていた、うん、幹部の中には栄転したものも多く納得できないというコメントを出していますこのキャリアとノンキャリア、リアリアうもうキャリアで入ったら、もう一生、はい そうですね漢文になることはほぼ間違いない、ね、しかもこれ試験受けるんだろうけども一番最初にこうキャリアで入ったらもう、まあ、難関なんだけど入ったらもうここからどんなことしも動かないそうですねキャリアとしての資格は変わらないず、うん、っと続くというのは続くと、はい、一方ノンキャリアだともうどんなに仕事してどうやってもキャリアにはなれない。はい、うん しかも、うん、あの、うん、つけるポジションに限界があるということですよね、うんはい。そろそろこの辺のこともちょっと考えなくちゃいけないかもしれないね。キャリアだって、もう大学出てすぐ入ってキャリアはキャリアだからね。そういう もう受験勉強みたいなもんでしょう。まあ、安藤さ得意な人がいけるってことでしょ応用力じゃなくて。実践で現場で働いて応用力つけていくじゃなくて。最初の試験、ペーパーで入ってくる時の試験で決まる。日本って、それ多いですね。最初受験して、暗記して、何かもらえるって。やっぱり、なんかね、もうちょっと中でも、こう、いろんな、あの、出世の仕方。 うん、ねんあってもいいような気がするよな。だってもう入ったらもう50年間これ動かないんだからこれ全然なんかこう固定化されたまんまっていうのはおかしいよなって思うよね。うん、はい え毎日新聞の記事ですが、安倍総理は昨日大変痛ましい出来事で本当に胸が痛む、改めてご冥福をお祈りしたい、財務省で麻生太郎大臣の下で事実を徹底的に明らかにしたが、改ざんは二度とあってはならず、今後もしっかりと適正に対応していくというふうにコメントしています総理は本当に胸が痛むっていうふうにおっしゃってるんですけれども、改ざんは二度とあってはならずと。 こう言ってるわけだよね、うん、本当は改ざんなどはあってはならずだよね、うん、二度とっていうところがなんかこうちょっと引っかからない、うん、うそう前のことはともかくみたいな感じがちょっと漂っちゃうよね俺も正式な読み方はよくわからないけど 改ざんは絶対にあってはならずのはずだと思うんだけどねまあまあこの言葉全部を聞いてる方が大変痛ましい出来事で本当に胸が痛むというこの文章を、うんうん、どういうふうに、えー、市民が受け止めているかっていう問題もあるよね。うん、はい ー続いて、の、神田俊明さんというジャーナリストの方のコラムをご紹介しますが、あの、新型コロナウイルス肺炎の影響で、お仕事ができなかったフリーランスの方に、1日4100円の補償を保証するということが決まりましたけれども、その申請がえらくめんどくさいと。で、厚生労働省のウェブサイトをまず見ると思うんですが、あの、今回の支援金や助成金のページを探すのがまず大変。で、不親切極まりないと。で、まあ 学校等休業助成金支援金受付センターにたどり着かないと、この保証金受けられないそうなんですが、そこにたどり着くまでが大変。例えば、第1号新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金支給申請書、これに記入、反抗して、学校等休業助成金支援金受付センターに特定記録等で郵送する。郵便で送らなきゃいけない。 それから証拠書類もくっつけなきゃいけないんですが、住民票の原本とか、小学校からの休業のお知らせとか、業務委託契約を証明する書類とか、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金、業務委託契約等契約申し立て書の原本とか、業務委託契約書とか、あるいは通帳またはキャッシュカードとか、厚生労働省雇用環境均等局総務課が必要と認める書類とか、こういったものをだか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 くっつけて、申請しなきゃいけない。 大変ですよね。ひどい。ね。で、あの、この学校等休業助成金支援金受付センターから、電子メールが厚生労働省の指定の場所に送られて、うんえー、応援した、印鑑をした申請書も郵送して、初めて申請が届くということがあります。で、さらに、あの、まあ、業務を発注する側の、ちゃんと正しいですよっていう印鑑とかなければ、不正が起こる可能性があるんで、発注者クライオン クライアントの名前などが書いてある書類も用意して、ハンコをしてもらわなきゃいけない。で、まあ、これだけたくさんある文書とかに、はい、いいですよと、ハンコを簡単に押してもらえるとは、なかなか思えないと。で、このやりとりの時間コストはどうなるのか、ということで、この <laughs>、 1>, 1号2号3号4号5号6号を1日あたり4100円を支援するためにやり取りを行う、うん、このやり取りを行うコストの方が4100円以上かかるんじゃないか、うんうん、発注者にお願いして書類を揃えてはんをしてもらって6月末までに申し込んで、うん、無事銀行に支援金が振り込まれるまでにどのくらいの日数がかかるのかなっていうまあ最初のなんかこうフリーランスがなんかこう半分の金額だって4100円だっていう。はい いうのも根拠がよく根拠がは,はっきりとしたことは説明できないですよね。もうこの根拠をちゃんと説明しろよと思うよね。うん、なぜ半額なんだと。それから、もう今、太田さんがこれだけの書類を出して、申請手続き出したら、当然、もう4100円よりか、コストはかかるに決まってるよね。そうです時間と手間と考えれば、うん、時間と手間を考えたら。 まあ逆に言えば、これだけやらないともらえないって言えば、これだけやらないと払いたくないっていう意味にも聞こえちゃうようねう。まあ理由としては不正を防ぐためとかっていろいろあるんでしょうけれども、それにしても大変です。それでい一番最後になんかクライアントのハンコもらわなきゃいけないはい、発注した人のハンコもらわなきゃいけない。いや、だからそこでクライアントってそこで働いてた場所っていう。 うことでしょ、業務を委託した側で,、ね、し,た側でしょ、でそれ、すみません、ここにちょっと反抗してくださいって、何これって、えー、クライアントも閉まってんでしょ、うん、今、うん <laughs>、どうすんだよ、これ、うんえ、こんななんか使い勝手の悪いことを、平気でなんかこう、フリーランスには、それでも4100円出しますよみたいな、候補を打つなよ、うん、だって。 これだって払わないあの払わないって言ってるに等しくないだって払ってないものはすぐ特促状送るじゃん、うんうん、ちょっと忘れただけで、ね、それぐらいみんなちゃんとできるじゃん、ねうん、じゃああげることもさ、うんうん、できないかい、うんうん、こっちがこんなに書類やらんでも今あくしゃみでそう今あのあのでどうぞええ。え 息吐いて息吐いて息吐いて。だめ今ぐらいは出ちゃ出ちゃうね。まあでもこれぐらいだったら新幹線を起こさないね <laughs>、うんうん、大丈夫。ああね、うん、まだ <laughs> 出そう。息吐いて。面白い面白い。出に吐いて。出る前に吐いて。さあ今日も始めましょう。